こんにちは時計メガネアクセサリーリコーーコでございます今回は現代人の目を守りですね疲れにくいホヤアシストレンズをちょっとご紹介したいと思います、まあ、ホヤのアシストレンズってのはこういうですねあの3段階のこういうあの下に加入度が入りましてですね、まあ、一応ライトミディアムヘビーというふうにこう入ってましてですね であとですね、あの、遠近よりね、非常にあの、見、見やすいとはおかですが、あの、歪みがないですね。こういうふうにですね、あの、全方向にすっきり見える理由っていうこと、その、両眼視こうあを考慮してあの、光学設計になってるんで、非常にですね、あの、そうう歪みとかそういう少ない、まあ、加入度もそれ高くないのもありますけどね。一応こういう、あの、単焦点よりですね、 非常にあの、楽なメガネができます。これもあの、テストレンズでこうね、あのー、体験できますので、まあ、例えばこういうですね、これはあの、ポスターですね。うちウィンドウに今回ちょっとあの、新しく持貼り替えて、このままポスターを今回あの貼ろうと思ってます。まあ、最近はやっぱりね、あの、デスクワーク、あのね、あの、まあ、ご自宅でご仕事する方も結構、あの、パソコン使ったりする方も多いし、 まあ、スマートフォンがやっぱり一番、あれですね、あのー、目をこ、まあ、疲れさせるっていうか、まあ、私も使ってますけど、まあ、そういうことでございますので、どうかですね、このフェアアシストレンズ、これ年代問わずにですね、若い方でもね、結構あの、目疲れてますからね。まあ、高校生の方でもこういうアシストレンズあの、使う方がいらっしゃいますのでね、どうかですね、非常にあの、楽なレンズになりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。